Thank you for inviting me. あの、呼んでいただいて感謝します。And, I feel too much, very happy. はい、とても嬉しいです。For him giving me another opportunity. このチャンスをいただけてとても嬉しく思っています。After 8 years ago, last time coming here. 8年ぶりにここに来れて、これもまた嬉しいです。But he is, good, he have a good heart, good friend, and a big company like a, what do you say? This, not this, Coca-Cola. Starbucks. 小川さんが大きいハートと大きい会社を持っていることで、スターダム呼ばれて嬉しいです。And, I'm waiting for the July 10th, stay in Coracoel Hall, and I give a big battle for every fans. 来たる7月10日の後楽園に向けて大きい戦いをファンの皆さんにお見せしたい、その気持ちでいっぱいです。I hope so. The, my partners, they have a good experience for give a big battle and find to win. パートナーたちが戦い方を知っているし、強い味方だと思っているので、絶対勝ちたいと、勝てると思っています。自分はメキシコ遠征に行って、もっとルチャが好きになりましたし、自分ももっともっともっと空中殺法をたくさんしたいなという気持ちになって、本当にメキシコが大好きになりました。またメキシコ行きたいですし、今回このような偉大な方と本当にね、チームを組めるので本当に光栄です。はい、この試合ではいつも以上に飛んで飛んで飛びまくって、ほうちゃんもそうですね、メキシコでプランチャーをやったので、はいはい、今回日本でも初披露してくれるんじゃないかと思ったりとかね、はい、はい、もっと楽しんで、Sorry, his mom, sorry. お母さん、ハンキーな。大丈夫ですか、続けて。楽しんだ上で勝ちたいと思います。頑張ります。はい。メジャーも帰り。本当でした。今回ですね、あ、でも大丈夫。はい、今回、こうして山口タッグとさらに、メキシコ男女ともにすごく大人気な、伝説のカリスマレスラー、ワグナーさんとこうして組めるっていうことは本当に恐縮なぐらい、もう今一緒に座ってるだけでちょっといい香りもして、はい、セクシーな声で、ドキドキしちゃってますけども、ワグナーさんのちょっと知りたいんですけども、得意技とか何か聞いてもらっていいですか？ What's your special moves? Okay. My special moves is like Michinoku Driver. Oh. Wagner Driver. I change the name. Wagner Driver. Wagner Driver. Yeah. ファイトスタイルはそのパワー系なんですかね？ What's your fight style? My fight style, sometimes I do the some flies and the classic lucha libre. And I know the strong style too. もう伝統的なルチャー、空中殺法ももちろんですし、パワーファイトももちろん両方できます。へえ、マルチな。Yeah, I can do it many different styles. いろんなスタイルをできます。せっかくなんで3人で戦うから、なんか連携技やりたいんですけど、なんかできますかね、3人で。Should we do with three person, like combined certain kind of moves? Can we do it or not? I had the opportunity for see last night the match. Maybe I give a surprise for the fan and mix some moves with which he and make good combinations.
昨日の試合を見させていただいたんですけれども、うん、もしかしたら3人でできることがあるかもしれないと、うん、ちょっとファンを驚かせたいなと思います。ありがとうございます、はい、昨日スタッドの試合をずっと見ててくださってたんですけど、どうですか感想は。So the matches and what's your opinion? Okay, my opinion is she's very strong and young people and they have many enthusiasts for fighting. It's a whole stardom, this whole thing. Yeah, whole things and she surprised me for the strongest time too much. Yeah. And what's the impression of the stardom? Impression my leg too much. Yeah.本当に大好きです、うん、なりましたというかららららら、もう戦う意志というのも見えましたし、まずそのマユさんの Only the problem she make some mistake maybe in the future I try to help make a good moonsault or make clean the ropes and more safe, you know?何をやろうとしたんだろうとは思って見たかったなはい。And she, I feel exciting because I hope so he worry for the match. He feels too much in the heart when they lose. Okay? But tomorrow, no, the 10th is probably go for to get the win.やっぱり負けてしまった時の涙っていうのも見えた、うん、心打たれたんですけれども、でも明日こそは、明日じゃないですよね、And give some advice for winner. And give some advice for we win. もう10日に向けて、10日は絶対勝つためのアドバイスっていうのをしていきたいと思います、うん、おー、わー、楽しい。おー、はい、マヤさん、なんかワグナーさんに、はい、ミスクライミング、はい、ワグナーさんに昨日は自分がちょっと技の失敗とかもあり、ちょっとへこんでたんですけど、どういう技をやろうとしてたのか気になるみたいなことを言っていただけたので、本当に10日は自分の今出せる技を完璧に仕上げて、ワグナーさんにもきちんと自分の技を見てもらいたいし、お客さんにもちゃんと見てもらいたいし、もう、うん、はい、張り切って、はい、いろいろアドバイスプリーズ。You need it。はい、嬉しいです、というわけで7月10日後楽園ホール大会、めったにない奇跡のカードですので、男性のファンの皆さんも女性のファンの皆さんも絶対に絶対に楽しんでいただける試合となると思いますので、はい、7月10日後楽園ホール大会、ぜひ足を運んでください。えちゃれー、えちゃれすべき10度目の防衛戦に里村選手と戦えると、防衛戦を行えるということで、まずすごく嬉しく思ってます。里村選手と高橋七重選手と、この2人が女子プロレス界の二大横綱って言われていると思うんですけれども、私も本当にそう思っています。だからこそ、里村選手と今回V10 を成功させて、七重さんとは一度防衛戦も行っていますので、その七重さんとの防衛戦を終えた後から、私はすごく一皮むけたと言って、チャンピオンとして大きく成長できたので、今回里村選手と戦って勝つことができたら、また七重さんに勝った時とかは違う、さらに大きく一皮むけた試合ようになれると思うので、里村選手と最高の試合をした上で V10達成させて、一皮も二皮も向けていきたいと思ってます。はい、今回女子プロレス界の現時点での頂点に挑戦するわけですけれども、ベルトを取った時にはまたさらに
高みのある頂点を自分自身で作っていく力はまだあると思うので10日は必ず取りたいと思います。はい、はい、まず里村選手とは一度対戦をさせていただいているんですけれども、その時に負けてしまってはいまして、まあ、その前に疑問というかその試合をするに至った経緯というのが、私が去年の年末に中島有紗選手と防衛戦を行いまして、その時に里村選手もスターダムの興行に参戦してくださっていて、で私たちの試合が終わった後に里村さんの方から私に私とも試合してくださいというふうに声をかけてくださって、そこからこうしてどんどん実現していったカードなんですけども、なぜあの時に私と試合をしましょうって言ってくださったのかが以前から気になっていました。まあ、なんでかっていうのと、中島有紗選手もいた、2人戦った上でなぜ私だったのかっていうことが気になってま す, です、ね、スターダムに、まあ、伊代選手が入団してから上り詰めたその姿を見た時に、なんかね、魅力を感じたんですよね。あ、よくぞここまで来たなと思った時に、あ、今対戦したいとひらめいて、あの時、まあ、対戦要求したと思うんですけど、まあ、私もう4月の26日の対戦からまた体も変わってきてますし、またさらに自信がついたので、まあ、今回の対戦は本当に楽しみだなと思ってます。